ヨルク・ハインリヒは、ドイツ出身の元同国代表の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィルダー、またはディフェンダー。ハインリヒは、地元の BSG モートルラーテノーでサッカーを始めた。1989年に、東欧革命が勃発すると1990年に、西側のキッカーズ M デンへ移籍したが、M デンは、地域リーグ所属のクラブに過ぎず、 ハインリヒは24歳になるまでトップレベルでプレーする機会がなかった。1994年夏にブンデスリーが一部の SC フライブルクに移籍。当時の監督フォルカー・フィンケに評価され、選手として成長を遂げると、1996年1月にボルシア・ドルトムントへ移籍。ドルトムントでは主に左ウィングバックを務め。 1995から96シーズンのブンデスリーガ優勝。1996から97シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ優勝。1997年のインターコンチネンタルカップ優勝に貢献した。1998年夏、イタリアセリエへのフィオレンティーナ遺跡。250万マルクの遺跡金はブンデスリーガ、所属選手としては、 過去最高の記録となった。フィオレンティーナで2シーズンを過ごした後、2000年にトルトムントへ復帰。2000から01シーズンのブンデスリーガ優勝と UEFA カップ準優勝に貢献したが、2002から03シーズンに入ると膝の人体帯を痛めるなど怪我が重なり、2003年3月にクラブ側から契約満了に伴い契約を更新しないことが発表された。 同年6月、1、FC ケルンへ移籍したが2003から04シーズンに、ケルンがリーグ再開となり、ブンデスリーが2部に降格すると退団。2004年9月、オーバーリーが所属のルートビッヒスフェルダー FC へ移籍。実質的に、プロ選手としてのキャリアを終えると、その後は、株リーグのクラブを渡り歩いた。ドイツ代表としては1995年6月21日に、 行われたイタリア代表との国際親善試合でデビュー。1998年にフランスで開催された 1998FIFA ワールドカップでは代表メンバー入りを果たすと、前後試合に出場し主に右ウィングバックを務め、準々決勝のクロアチア代表戦では退場処分となったクリスティアン・ベアンスに代わってセンターバックを務めたが、大会を通じて、 良質なパフォーマンスを発揮することはできずに終わった。1999年にメキシコで開催された FIFA コンフェデレーションズカップ c 九百1 9 9 9の代表メンバーに選ばれ3試合に出場。2002年に日本と韓国で共同開催された 2002FIFA ワールドカップでは膝の十字じ帯を断裂し戦列を離れたイエンス・ノボトニーに代わって暫定的に代表入りを果たした。 同年5月14日に行われたウェールズ代表戦と5月18日に行われたオーストリア代表戦に出場したが最終メンバーの発表直前に代表を辞退し代わりにヨルクベーメが招集されたドイツ代表としての通算成績は国際 A マッチ37試合出場に得点引退後はアマチュアレベルのクラブでプレーを続ける傍ら 2005年12月から2007年2月に、かけて1、FC ユニオンベルリンのスポーツディレクターを務めた。2012年4月、サッカー指導者としての講習を終了すると、2013年7月1日に、BSC ラーテノー1994の監督に就任。2015年7月、レギオナルリーがノルト所属の FSV63、ルッケンバルデの監督に就任したが、 成績不振の状態が続き2016年3月に監督を解任された。ありがとうございます。